やめチャンネル TV 始まるよ。青コーナー挑戦者285ポンドトミーボンバー。赤コーナーチャンピオン260ポンドムタグレイトムータムタムタレフリー和田浩平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。リング内に戻ります。掴みます。ラフ殺法に転じます。蹴ってまいります。組み合います。対角線に飛ばした。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。あっとキャッチした。パンチで返します。腕を取ります。逆に腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。行くのか。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。足を抱えます。させません。フロントからのキック、こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、リング下に降ります。ドロップキックを放ってまいります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組みに行きます。逆に振り返した。バックからスリーパーに入ります。腕を捉えます。逆に切り返します。腕攻めに転じます。ロックアップ、こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。ドロップキックを見舞ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。行くのか。フライングメイヤーで倒します。切り返します。バリアット、ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。拷問コブラで締め上げていきます。組みに行きます。逆に振り返して、この辺りの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージはあるんですよ。そうですか。パンチで返します。行くのか。逆に返します。ストロボ効果、フラッシュニングエルボー、張ってまいります。倒してまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。抱えます。させません。キックを打っていきます。返してまいります。腰を落として逆片指固めの体勢です。ドロップキックであります。打ち込んでまいります。組み合います。あっと返します。ストンピングです。ロックアップ、
投げてまいります。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。リング上は首4の字固めであります。組み合います。フライングメイヤー、フラッシュリングエルボー、早い展開であります。足に照準を絞るのでありましょうか。腕を捉えます。あっと、エルボー、ガードします。ストンピングを叩き込んでまいります。ハンマーが襲ってまいります。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。足を取ります。させません。腰を落とします。脳天食い打ち、パイルドライバー、抱き起こす、抱えた、ダブルアームで投げていった。容赦のない攻めだ。抜くのか、ダブルアームスープレックス、ストンピング、チョップ、空投げ、いけるか、ロープに振った。あっと、ジャンピングに引き起こす。おお、首が悲鳴を上げた。立たせていく、小脇に抱えた、そのまま投げ捨てていった。体を預ける。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、あっと、投げていった、アキレス腱を決めにいった、ロープブレイク、すごい顔で打つ。打ってる方も辛いはずですよ。はい、オーが入った、カウント入る、カウント2.89、逆に切り返した。足を抱えた、ドラゴンスクリュー、膝をねじった、起こした、ドロップキック、膝、ガジェット組み合った、あっと、倒していった、抱き起こす、バックを取って、ジャンピングしてろ、バックタップ、組み合った、あと、逆に返した、引き起こす、さあ、首をかっきった、膝にピンポイント集中砲火、起こした、膝へのドロップキック、立たせていく、いけるか、投げていった、ブラッシュリングエルボー、立たせていく、ピンポイント、膝、あ、強烈ですよ。後頭部痛打か、ピンポイント、膝、シャイニングウィザード、一瞬の魔法使い、大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない。あと、後ろに投げていった、引き起こす、王が入る、王が入った、バックを取って、根こそぎバックだって、そのまま体固め、カウント3
まあ、赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。まあ、赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても眩しい。山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。